島袋敏夫は日本の政治家、沖縄県うるま市長、うるま市議会議員、串川市議会議員などを歴任した。また、県内9市の保守系市長で構成された市長連合、チーム沖縄のメンバーである、琉球政府串川市出身。1976年3月、沖縄国際大学短期大学部経済科卒業。1990年、 串川市議会議員に就任。串川市議4期目中の2005年4月1日、串川市は、石川市、勝連町、与那城区長と合併して、うるま市となったため消滅した。2005年4月からは、うるま市議会議員となる。2006年10月8日のうるま市議選で当選。2009年4月19日に、行われたうるま市長選挙に自由民主党の推薦を受けて、 無所属で出馬。いずれも、新人の三候補を尻け初当選。5月15日、市長就任。2013年4月、無投票で2期目の当選。2017年4月23日、8年ぶりに、実施されたうるま市長選挙において、社民、共産、社体、自由、民進の推薦を取り付けた全県議を破り参戦。 2019年1月18日、辺野古埋め立ての賛否を問う県民投票について不参加を正式に表明した。不参加を表明していた他の保守系市長の会、チーム沖縄の技能案、宮古島、沖縄、石垣の市長に次いで、これで5市となり、全有権者の約3割が投票が危ぶまれることとなった。多様な意思を表現できない。 投票制度は表現の自由の侵害ではないか、と4択とする要塞検討をしてほしいと主張した。2020年10月18日、病気治療に専念するため、次年度の市長選に立候補しないことを明らかにした。ありがとうございます。